ナイキエアズームボメロ15ですね、はい、全然どなたも履けるオールラウンドなシューズですね、これこそね。皆さんこんにちは、ラントリップ代表の大森です、はい、今回もシューズアドバイザー藤原さんと一緒にお送りしていきます。藤原さんよろしくお願いします。はい、今日、ご紹介レビューいただくシューズはこちらです。どーん、ナイキエアズームボメロ15ですね、はい、15代目ということですかね、はい、うん、はい、ぜひちょっとこちらの方ご紹介お願いします、はい、これね、ちょっと日本では影がかなり薄いというか、うん、出されてさらっとって感じで、はいはいはい、海外の方もちょっと前はキプチョゲがすごい好きで、うん、ボメロ履いてたっていう話があるぐらい。あ、そうなんですか。あ、13代目までかなり愛用者はいたんですけど、14代目から実はちょっとナイキが路線を変えて、ほう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 、まあ、元々ペガサスのちょっとラクシュアリー版っていう感じの、はい、うん、もうちょっとクッションがありますよっていうスタイルだったんですけ ど、 なるほど、ちょっとよりですね、はい、最近発売されましたこういう、うん、ズーム X オンリーのインベンシブルランのような、ちょっとこう遊び心を出してしまって、はい、少し今まで履いてた人はあれなんですけど、うんうんうん、でもですね、僕はねシンプルにインビンシブルランはやりすぎだろうと、はい、ズーム X オンリー使い、あのふにゃふにゃだろうと、ここがふわふわだってことですね。ソールがね、もう柔らかいですからね、はいはいはい、触ってもこういう風になりますし、はい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 、まあ、ペガサスは何台も履いてるから、うんうん、まあちょっとなんか新しいのないかなっていう人はぴったりです。あ、なるほど、はい、ここにね、はい、ちゃんと書いてあるんですよ、ソールの形状は、うん、こんなことってあります？普通のメーカーで確かにね、うん、なんかすごいですよね、暗号のように、まあまあいろいろ書いてあるんですけど設計図みたいになってますね。そうなんですよ、はい、ワンルールクラスランナーでも使えるっていうふうに書いてあるんですよね、うん、あー、はい、なるほど。むしろそっちをベースに作ってますみたいなことを書いてある、ペガサスも書いてあるんですけど、はいはいはい、ズーム X ホームがやっぱりインビンシブルランのように入っているんですよ、うん、ここに結構ね入ってるっぽいですね、これを見る限りね、はい、サンドイッチするような形で、これの SR02 っていうですね、ちょっと懐かしいですよ、ジョイライドランね入りましたね、はいはい、ので使ってるソールのようで、まあ、まあ、EVA ベースだと思うんですけど、うん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 、要はミックスさせて、はい、ズーム X と、はいはい、そしてナイキといえばやっぱりエアポッツじゃないですか。はいはいはい、はい。はい。前足部にエアポッツが付いてるので、うんうん、それが前回よりも大容量になってるんですね、うんうん。だから履いた感触はもうまさにもう中間ですよ、本当に。なるほど。もうペガサスもクッション性すごい増したんですけど、はい、ああ、やっぱり確かにズーム X 効いてるなと走りながら、うん、あ、ポッツ来たなみたいな、もう忙しい感じです。全体的にこう、ふわっとした感じもあるんですけど、はい、こちらのように、ズーム X 中毒になるような感じもないと。なるほど。これ、どうなのかなってぐらい柔らかい。まぁ、あ、ちょっと履きたくなっちゃうんですけど。すごい柔らかいですよね。柔らかい。うん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 、とってもいいモデルだと思うんですよね。意外と、ナイキのシューズって、うん、こういうところ結構、ね、ヒールクリップとかしっかりしてるんですよね。ですからかかと前もなんかアメリカのレビューの子なんかかかとが抜けるって言ってましたけど、僕全然かかと抜けなくてフィット感もいいし、むしろペガサスね、ちょっとこうすっきりしたラストになってるので、はい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 、ボメロの方がね、この辺りの足当たりが、そうですね、はい、感じがいいですね。ちょっとボテッとしてるというか、そう、幅があるというか、うん、だからペガサスダメだ、ちょっときついんですよねっていう人は、まあ、ぜひボメロ。なるほどね、はい。で、18,150円と、はい、18,150円、お高いじゃないですか、うんうんうん、実勢はちょっと違います、もうすでに少しお安い、お安くなっている、はい、なるほど。ちょっと注力を仕切ってないのかなんですけど、はいはいはい、これはね、お買い得に買えるんだったら絶対1回は履いてほしい。確かにそうですね、エアズームがあって、うん、ズーム X があって、うん、で、最後そのソールでカバーしてるとヒールクリップもあって、で、耐久性も異常にあるかなと思いますね、はい、このもうラバーが全面で使われてますので、うんうん、むしろペガサスよりもあるかな、これペガサスもここは耐久性のあるラバーを使ってるんですけど、なるほど、あ、確かに、ね、かなり耐久性ラバーすごいですね、全面にあるから、全面使ってるんで、だいぶ持ちそうですね。そうなんですよ、持ちそう、だから結局お買い得なのかな、そういうことですよね、うん、走行距離的には結構こちらの方が、ね、耐えてくれそうな感じ、うん、ありますね、はい、どういうシーンに使われる感じですかね。まあ、基本的には、うん、ガイドの強いデイリートレーナーです。ガイドかなり強い、はい、デイリートレーナーなので、でも日常的な朝のランニングとか、そうそうそう、朝のランニングとか初めて走る人でもいいし、なるほどなるほど。あとはナイキ好きな人でね、ペガサス、はい、もうさっきも言ったんですけど、もう何回も履いてるって人はもうぜひボメロも履いてみましょうよ。なるほどね、はい、キプチョゲも履いてると思います。写真見たら最近は履いてなかったけど、あ、そうですか、でもそれ言われると僕欲しくなりますね、うん、そうですキプチョゲ履いてるって言われると、キプチョゲってのは本当にサポートを求める方でね、レースで、ね、それにかなったものなんでしょうね、うん、はい、全然どなたも履けるオールラウンドなシューズですね、これこそね、うん、そうですね、何もズーム X が入ってるんで、こっちの、ね、うん、デビューの時は
いいのかな、こんなズーム X 入っててって言いましたけど贅沢なね、はい、使い方の、まあそうそう、でもこっちはねない、はいはいはい、もうぜひ使ってほしい、はい、ちょうどいいですね、うん、ズーム X がしっかり中に入ってるんですけど、まあ、カバーされててバランスが本当にいいんですよね、うん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 、なんかこれに対して全然レビューないんですよ、はいはい、もったいないぐらいですね、もったいない、うん、売ってますんで、まあ、要はだからちょっと埋もれちゃったモデルになるんですけど、逆を言えばすごい超穴場だと思うんですけど、ね、そういうことですね、うん、隠れた名作みたいな感じですかね、ラントリップ的にもこれでレビューが終わって、ね、いやでも本当これ皆さんなんでこれをあの安くても手数取らないのかなと、ちょっとお安くなってます、ああそうですか、はい、ぜひじゃあそこはね価格をチェックしていただいて、まあオールラウンドに使えるシューズ探してますっていう方はね、はい、ぜひちょっと一回見てみるといいんじゃないかなと、はい、いうふうに思います、ありがとうございました、はい、この動画面白いと思っていただけた方はぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします、コメントもお待ちしておりますのでどしどしお寄せください、ではまた次回の動画でお会いしましょう、さよなら、ありがとうございます